皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。前回ね、ちゃんとね、再会のやり直しをして和解できたよね。わあ、綺麗だな。無職転生18話です。なんだなんだ、今何が自然は残ってるんだよね。ん？ほう。なんだなんだ？何、決闘ってこと？瞬殺だよね。腕試しなのかな？いや、それあげたんかい。また来た？いや、どんだけ来んの？はい、無職転生。異世界行ったら本気出すタイトルコールですね。こっちは？あ。お、大陸を移動してるのかな？またね。いや、これは酔うわ。いや、こっちもそれどころじゃなかった。いやー、この荒波は。それ無影響できないの？すごいな。よかったんだけどね。そうだね。まあ、すごいな、あれって。へえ。あるんだ、米。握り飯のおか、いや、え？余計気持ち悪くなんない？大丈夫か？え、どんな状態になってんだろう、中央大陸でも。そうだね。悪い方悪い方に考えてもね。
帰るのか？なんかロキシーも旅してるよね。なんかちょっとすれ違ってたよね。ニアミスしてたんだけどな。あー。どんな旅してたんだろう。なんかちょっと肩の力抜けたのかな。のこぱら？この馬面の人って、馬面、ごめんなさい、獣人の人って。もしかしてあの人？ルディと。あ、やっぱりそうなんだ。いや、なんか、獣人の。え、大丈夫か？ロクシー。なんか嫌な思い出あるの？それとも、擦り込み？なんか獣人の人の見分けがつかないというかね。そんなことはないだろう。うん。ああ。なるほど。ロキシーが念は使えないの？なんか、それで、ちょっと村でっていうか家族で会ったのかな？なんか。ちょっと、のけものじゃないけどさ。お、帰ってきた？なんか、ほんとすれ違ってるね。すれ違うっていうか。帰郷したんだ。こっちはこっちで。念は？
ああ。それができて当たり前の、あれなのかな？ミグル土足だったっけ？え、なんでできないの？みたいな。村ってね、なかなかね。でも、すごい、人の良さそうなご両親だったけどね。娘の心配してたよね。問題は、両親じゃなくて、周りか？これは念話で、ありがとうって飛ばしてきてるの？面白いね、この表現。なんで念話で話す必要あるんだろうね。まあ、それが当たり前の世界というか、村なのか。なんかこの亀の甲羅みたいな、面白いよね。多分魔物の甲羅を使って家を作ってんのかな？旅人からね。一旦あの二人と別れたのかな？電話でやりとりしてる。20年に一度か。長生きなんだもんね。いやいやいや、もうちょっと早く。どれぐらいなんだろう、寿命。
100歳以上生きるよね、絶対ね。お母さん。ずっと待ってたんじゃない？撮ってあるんじゃない？子供の頃の。もしかして、電話だと言葉を覚える必要ないみたいな感じなのかな？だけど、他の人と話できないってことか。みんな電話で話そうとするから。ああ、それは、辛いな。それは、疎外感感じるわ。お母さんのせいでもないと思うけど。そういう両親を見るのも辛いからか。なるほど。でも娘の顔は見たいよね。心配してたでしょう。長く生きるということは、それだけ。なんか急に幼く お母さんの前って そうだね。そして電話ができなくったって、我らがロキシーは、すごい魔法が使えるし。な、なに？あ、止まったんだ。こんな、硬いとこで寝るの？ベッドとかないの？たまたま寝ちゃったのかな？でもおはようって言ったよね。もう2年も前？そんなに前になるんだ。ああ。
やっぱり小さい頃からの刷り込みが原因かな？お父さん。まあそんな感じになるかはね。ああ、結びついた？ニアミスしてんだよね。納得した？大丈夫？またなんか、真っ最中でした？吹っ飛ばしたー。やめて。はた迷惑な。そっか。こっちはまだ真大陸にいるのか。真大陸広そうだな。おー。第18話それぞれの旅。エンディング入りました。そっか、ロキシーは魔大陸を捜索してくれてるんだね。まだね。あ、でもよかったね、伝わって。ちゃんと。みんなそれぞれ 捜索してるんだね。果たして中央大陸がどういうな風な感じになってるのかね。すごい気になりますね、それ。でも、エリスのおじいちゃんは、なんか捕まって、なんか、処刑？なんかされてたよね。ということは一部の人たちはやっぱり無事というか、転移はしてないのかな？次回は？ルート選択？なんか、急にゲームみたいな感じになりましたけど。え、ルート選択？何？他にもなんかいろんな選択肢があるみたいな感じ？え、何なんだろう。どっち行くかとかそういう感じかな？なんか、もうそれか選択を迫られる感じなのかな？気になりますね。いや、ほんと、中央大陸がどういう風な感じになってるのかがすごい気になります。という感じで、無職転生18話ご視聴ありがとうございました。なんかちょっとだけロキシーの、バックボーンというかね、過去のことが知れて、良かったですね。あんな感じだったんですね、子供の頃というか。ミグルド族がなんか確かに、なんか、最初にルディたちが会った時に、確か電話がしてたような気がする。ロキシーはそういう過去があったんですね。
なんか飛び出したって言って、なんで飛び出したんだろうと思ったんだけど、なんか両親と別にそんな、なんて言うんだろう、そんなに悪い感じの人たちじゃなかったのになんでかなと思ったのがちょっと謎が解けました。無職転生ってなんか、すごいキャラが多いので、いろんな人のバックボーンというかね、お話の厚みがあっていいですよね。という感じで無職転生18話ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。マーブルでした。